今日は同僚の方からね、吉岡町の城山見晴らし公園、ここが完全に再開されたと。ふわふわドームが膨らんで子供たちのね、笑顔が戻ったということを聞いたので、吉岡町にね、ありがとうということでね、よく再開してくれたと、感謝の気持ちを述べたいと思い、ちょっと電話してみましょう。どういう経緯でなったのか、ね、前橋の子供公園、また安中の新しくできたあのバイパスのところ、正門バイパス、何バイパスっていうか名前よくわかんねえけど、西武環状なんていうか ね新しく開通したところに、まあ、グラウンドがあって体育館があって、そこのふわふわドームの公園と、あと高崎のね、旧群馬町にある公園、新幹線の上越新幹線の東側にある公園のふわふわドームね、ふわふわドームやってるところ いっぱいあるんだよ。だから当然ミサトもね、ふわふわドームやってるだろうし、といった中で、なぜねその人口密度の低い吉岡町だけこう1年も使用禁止になってね、これは極めて重大だよね。でもようやく再開してもらったからさ、ちょっと電話してね、話だけしてみましょう。はい、吉岡町の無線の交換所です。あ、もしもし。はい、あの城山見晴らし公園について、はい、お聞きしたいことがあるんですが。はい、お待ちくださいませ。はい、ちょっと待って、この表示、電話番号表示されてますかね。表示されないので申し訳ありません。教えていただけますでしょうか。何番だっけな。深谷という者から連絡させますので。あ、わかりました。はい、はい、申し訳ありません。はい、すいません。失礼します。はい、私のね、知り合いに中島さんというね、非常に素晴らしい青年がいて、彼がね、中島の名前をまあ使っていいよとね言われたので、今中島と使わせてもらったんだけど、まあこれから折り返しの電話が来るそうなんで、しばらく待つかな。その間に俺着いちゃったらどうすべね。時間潰そうと思ったのに。てなわけで中島と電話を取りましょう。はい、していただいてありがとうございますっていうことを、はい、伝えようと思って。はい、ありがとうございます。すいません。いや、もう子供たちもやっぱり喜んでいて、まあで、はい、まあ子供の成長のためにやっぱり自然と遊べる、あの公園も
要不可欠なんで、あ、ぜひぜひよかったなと思ってます、本当に。あ、すいません、はい、ありがとうございます。なんとかあの再会はできましたので、はい、もう町に感謝しかないですね、本当に。いや、とんでもないです。まあぜひもう使用中止にならないようにあ、そうですね、なんとかうまい具合に対策してもらって、また、はい、まあ、このまんま行ければもちろん一番いいなとは思ってますけど、はい、またこれから情勢によって、まあ、急に変わるかもしれない、まあ、そこがちょっとまたなんともあれなんですけど、まあ、結局野外ですからね、はい、野外なんで。そうなんですね、はい、はい、まあ、そのお礼までのちょっと電話になったんですが、すいません、ね、ありがとうございます、はい、いや、すいませんでした。いえいえ、だからまた新しい遊具でもね、そう、感染症の予防歌ってるんだったら予防効果のあるような遊具をぜひ町としてまた考えていただいて、でそれが ね、 そうですね、将来町の担う子供たちの成長になるので、はい、ぜひそこまで考えて、もうだから子どもの要は教育と全てこう一体した街づくりをね、ぜひ目指してもらいたいなと思ってます。はい、ぜひ、はい、ありがとうございます。なんか予算つけてぜひよろしくお願いします、本当に。はい、なかなか、はい、わかりました。まあ、それが実現可能かどうかってなりますと、まあ、なかなかすぐにお答えするのは難しいんですけど、はい、まあ、そういったことを貴重なご意見いただいたので、まあ、はい、まあ、予算は単年度だけど、やっぱり長期的に見て、でそうすればまた吉岡町にこう流入してくる、ね、方も増えるだろうし、はい、だって全国ですね、全国で移り住みたい町日本一じゃないですか。そうですね、移住したいっていう、はい、だからやっぱりね、子供たちまたは、私たちみたいな現役世代に魅力的な街づくりがどうしても必要だと思うんですよね。はい、はい、まあ、そういった観点からぜひ今後も素晴らしい街づくりを期待してますんで。いや、ありがとうございます、はい、はい、だから周りの住民の人も喜んでると思うんですよね、小さいお子さん持ってる方とか。はい、はい、すいませんが、よろしくお願いします。あ、ありがとうございました、はい、失礼いたします。はい、はい、失礼いたします。吉岡町から電話が来たので電話をしてみよう、ね、さっきの続き。はい、幼稚管理室です。あ、もしもし、お電話いただいた中島と申します。お世話になります。あ、こちらが電話差し上げましたか。あ、はい、お待ちください。もしもし。あ、お世話になります、中島と申しますが。あ、ちょっと早く切りすぎたといったわけで、まあ、吉岡町がまた新たな何かしら遊具等を作ってくれることを期待しているので、ぜひね、皆さん期待しましょう。子どもの成長は待ったなしだ、まあ、大人の成長とその伸びが全く違う。もうね、事情どころじゃねえよね、子どもの成長は。だってさ、去年までほとんど片言しか喋れなかったうちの末っ子がもう普通に喋れるようになってんだから、すげえだろ、子供の成長は。普通に考えてみろよな。あ、だから子供に何か制限するとかまずありえないな。そういう世の中をぜひなくしていこう。それでは。